倉林明子君。日本共産党の倉林明子です。まずですね、介護納付金の算定誤りについて、私からも質問させていただきたいと思います。今回の事案も、ね、やっぱり大臣に情報が伝えられたのは大変遅かったということが、他の委員からも指摘、繰り返しありました。まあ、大体2ヶ月近く経ってから第一報を大臣は受けたということになっていたかと思います。で、大臣はですね、2月4日衆議院の予算委員会で、前金統計のこれ議論の時でしたけれども、こんなふうに答弁されてるんですね。私への報告については、危機管理の鉄則として、早い初動、特に良くない情報ほど早く上げよという観点からして、今回の事案は報告までに私は時間かかりすぎていると思うと、私もそうだと思いますけれども、これ、またこれかぶってね、繰り返されるということになったわけです。大臣、改めて、認識を問いたいと思います。はい、根本厚労大臣。私は常に仕事は緊張感を持ってやってもらいたいと思っております。今回の一連の事案、老健局長からもたびたび答弁させていただいておりますが、省内の情報共有のあり方など、組織としてガバナンスが不十分であったということが明らかになっております。私は一連の問題を事案を発生した部局だけの問題として捉えてはならないと考えており、組織内で、また関係組織間で、それぞれの業務にどのようなリスクがあるのかをあらかじめ共有して、何かあれば意思疎通が円滑に図られる関係性を構築する、これはまさに官僚職の仕事であると考えております。再発防止の観点からは、このような組織管理を徹底していくのが極めて重要であると考えており、自覚を持って日々の業務に当たることが求められていると思います。厚生労働行政の責任者として、私が先頭に立って、厚生労働行政の重みに対応した、しっかりとした組織の在り方、組織のガバナンスを確立していきたいと思います。はい、倉林子君。危機管理の鉄則がですね、守られていない、そういう組織になってるんだっていうことを、まあ、極めて深刻な事態だっていうことを指摘せざるを得ないと思うわけです。でそこでね、年末年始、この時期っていうのは、厚労省は前金統計の不正対応に、非常に追われて、組織挙げて追われていたという状況でした。確かに、この、介護納付金担当のところでもですね、介護保険計画課、ここでもやっぱり応援体制組んでたっていうようなことも聞いております。で、健康、この今回の憲法法の改正っていうのも控えていたわけですよね。そういう時に、誤りに気づいた担当者が、速やかに報告できないような環境がなかったのかどうか、私はそういう目で点検をかけるっていうことも大変重要だというふうに思ってるわけです。で、再発防止にやっぱりどう踏み込んで検証していくのかと、で指摘の点も含めて、いかがお考えか、どうですか。根本厚生労働大臣。私はこういう事案が出たときには、どうしてこういうことが起こったのか、原因をしっかり明らかにする、これが大事だと思います。で今回の事案については、その計画の中で、特に支払い基金から厚生労働省に、参考値の一部に誤りがあるとの一報があったのが、1月23日の時点であります。この1月23日の時点及びその後の対応について、厚生労働省支払い基金双方の対応に問題があったと考えています。厚生労働省においては、1月23日の支払い基金の一報を受けた担当者、これはその情報を課内や局内で共有せず、上司もこうした実務を担当者任せにしておりました。また担当者は、係数が上がることによる保険者実務への影響度を十分に認知せずに、そのため上司や幹部にも情報が上がらなかった。その結果、厚生労働省として参考値を修正して、医療保険者に示す段取りを取ることができなかった、これが原因、これやっぱり、ここはきちんとクリアしなければいけないと思います。これは当事者個人の問題ではなくて、業務ラインの中で、どのようなタイミングでどういう事務があり、
それに伴ってどういうリスクが生じうるのかをあらかじめ共有することができてなかったという管理者側の問題もある。そして4月22日に老健局において再発防止の取り組みを具体化いたしました。幹部職員が中心となって次の手を明確化して業務ラインの職員と共有することといたしました。その上で日常的な情報共有と幹部への速やかな報告を徹底する。各課室業務ラインごとに、いや、これ大事なことですよ。生じるリスクを事前に具体的に特定共有する。リスクに対応するための意思決定のレベル内容方法を整理する。全省庁的な、先ほど申し上げましたが、全省庁的な取り組みも強力に推進することによって再発防止の徹底を図っていきたいと思います。倉林明子君。いや、その範囲で本当に再発防止ができるんですかということなんですよ。踏み込んでそういう言えない環境がなかったのかということもね、検証したのかということを改めて言ってるわけで、その指摘に対する回答がないということについてはね、指摘をしたい、重ねてね、検討いるんだと私は思ってるんです。検証いるんだと思ってるんです。で、厚労省も前金も介護納付金の問題も、そして支払い基金も、今回のね、ことについても内部調査なんですよ。全部内部調査にとどめてるっていうところが、私は危機管理の鉄則としていかがなものかと。第三者による検証っていうのをこの点でもね、重ねて私は求めたいと思う。これ繰り返すほどにですね、国民の信頼は落ちるばっかりなんですよ。厚生労働行政全体への理解にも本当に支障をきたしている事態なんだと、そういう大臣自覚持ってね、取り組んでいただきたいと強く申し上げておきます。で、次ですね、ビッグデータの問題なんです。法案によりまして NDP そして介護 DB 等の連結分析を認めて、民間事業者にもその活用が可能となるということになるわけですね。ビッグデータの規模を私まず確認したいと思います。今回 NDB 介護 DB そして特定健診と、まあ、それぞれ何件で合計何件になるのか、規模でお示しください。垂水保健局長。お答え申し上げます。まず NDB でございます。 NDB に入っているデータの件数ということでございますけれども、平成29年度末時点で医療レセプトは約153億件、それから特定健診等データが約 2.6 億件ということでございますので、 NDB で計 155.6 億件のデータを収納しております。介護 DB の方になりますけれども、介護 DB 同じく平成29年度末時点で介護レセプトが約 9.2 億件、それから要介護認定情報が約 0.5 億件ということで、合わせまして約 9.7 億件というものを収納しているという形になります。倉林明子君。まあ、ざっとでも160、もうちょっと増えるかな、膨大なデータの規模だということは明らかだと思うんですね。で、とはいえですね、介護保険でいうと、高齢者のうちおよそ7人に1人が利用していると、さらに個人の特定ということでね、この懸念っていうのが繰り返しやっぱり指摘もされてるんです。で、NDB でもですね、こう希少疾患、あるいは遺伝子検査など、こう厳しさの極めて高い、情報が含まれるというふうになるわけです。これね、膨大なデータ。これ絶対にね、漏洩を起こしてはならないデータだと思うわけですね。そこで確認したい。この新たに法で可能となるデータの連結解析、提供、ここはどこが担うことになりますか。垂水局長。連結解析、提供を行う主体ということになりますと、当面、国、具体的には私ども厚生労働省が行うと。いうことの予定にいたしております。なお第三者提供 の対象につきましては、行政や大学等の研究者、民間企業など幅広い主体に提供するということになりますので、そこで、医療介護分野における学術研究や研究開発の発展につながるということを期待しているところでございます。倉林明子君。これ委託も可能ということにしてませんか。垂水局長。
委託も可能ということにはしております。今回の法案におきましては、支払い基金または国保連等への事務委託を可能とするという規定を設けております。まあ、これ、はい。倉林明子君。つまり委託先も含めて、このデータのところで関わっていくという可能性あるわけですよね。で、これ、情報管理。この点でも責任を負うということになるわけです。さらにですね、私、個人の特定に直結してリスクが高いなと思って懸念しているのは、市町村が活用するとしている国保 DB、そして、介護、高齢者、後期高齢者の DB、この一体把握なんですね。このデータっていうのは、名前付きですよね。で、漏洩すれば、直ちに個人への影響が懸念されるデータとなるわけです。これ、市町村ごとの活用っていうのが前提、まあ、閉鎖したところで使うということが前提だということになるのは当然だと思うんだけれども、このデータ活用は、広域での活用の拡大の議論も衆議院でもあったというふうに、議事録を読みました。で、こちらの方の DB、データベースの管理責任。これどこが担うことになりますか。垂水局長。まず恐縮でございます。先ほどの支払い金等への委託ができるということだけ申し上げましたが、まさにこの支払い金等に委託ができると条文になってますけれども、まあ、これ、実際にどうするかということについては、まさにそのデータベースの事務を委託するにふさわしい、まあ、支払い金はレセプト等を扱っておりますので、それにふさわしい組織であるということで入っておりますけれども、実際にどうするかということについては、今後の組織改革を進めていく中で検討を進めていくということになります。それから今の KDB システムということになりますけれども、これについては、国民健康保険、後期高齢者医療制度の保険者が効率的かつ効果的に保険事業を行うために、国保連合会において構築をされ、管理をされているというものでございますので、国保連合会が管理者でございます。倉林明子君。それではですね、果たして。国民のこの機微の高い、絶対に漏洩させてはならないっていう情報は、確実に守ることができるのかということが問題だと思うんですね。国民が一番心配しているところだと思うんです。そこで、これ、共同通信によりますとね、18年の個人情報流出、あるいは恐れのあるもの含めて、268万件に上ると、こういう報道ありました。そして民間情報サイトですけれども、サイバーセキュリティ .com が報道を追っかけてですね、統計をまとめております。これ見ますと、10年前は年間でですね、2つの法人と団体しかなかったんですよ、漏洩事案というのは。そして、件数は3000件程度でした。ところが、これ2019年。今年入ってから4月までの分を、掲載見ておりますとですね、たった4ヶ月なんですけれども、23の法人団体で流出したものは1000万件超えてるんです。もう飛躍的に情報漏洩の規模っていうのは増えてるっていうのが、これ、言えると思うんですね。で、地方自治体、この、情報漏洩の事案の、詳細の報告を見ておりますと、ここには地方自治体あるんですよ、紛失、不正でね、消えた、情報流出したというのありますし、経産省の委託事業でも起こっております。で、近年ですね、この情報漏洩のリスクっていうのは、極めて高くなっているし、日々ね、進化してる、悪い方ですよ。漏洩の技術っていうのは進化していると、こういう状況にあるという認識は大臣、お持ちでしょうか。根本厚生労働大臣。まず今回の NDB と介護 DB、これは患者本人を特定できない匿名のデータベースであります。そして情報漏洩のリスクに適切に備える、これはこのような匿名のデータベースであるNDB あるいは介護 DB においても当然に重要なことと認識しております。これまでもデータベースシステムの適切なセキュリティ水準を確保するとともに、データ利用者における必要なセキュリティ対策を求めることなどによって、
データの安全な利活用に最大限努めてまいりました。そして今回の法改正においては幅広い主体による利活用が進むことを考慮して、はい、データ利用者に漏洩防止等の安全管理義務を課す、そして国による検査の実施や義務屋に対する罰則も盛り込んでおります。このような対応を含めて情報流出などがあってはならないということを考えておりますので、引き続き安全性の確保にしっかり取り組んでいきたいと思います。倉林明子君。いや、聞いたことはね、一般論としてですよ、今の法案の話じゃなくて聞いたので、まあ、繰り返しませんけどもね、質問趣旨をしっかり聞いてね、掴んでね、答弁するご努力をしてほしいと思いますので、よろしくお願いします。そこでですよ、まあ、情報漏洩リスクは非常に高まっているというのが、これ一般的な事実だと思うんですね。そこで忘れちゃならないと思いますのは、厚労省はね、2015年5月、これは125万人分の年金機構での情報漏洩事件を起こした、ね、で、同年8月、この時にはサイバーセキュリティ基本法、これ基づく初の原因究明調査というものの対象になった事案でもありました。年金機構もサイバー攻撃の監視対象にこれを契機として加えられたんです、ね、新たな監視対象とされた理由は何だったのか。内閣官房山内内閣審議官。お答え申し上げます。今委員ご指摘の事案を踏まえまして、その翌年、平成28年の1月にサイバーセキュリティ戦略本部で議論が行われております。で、当時、政府機関のみがまず監視対象でございましたが、政府と一体となって公的業務を行う特殊法人と、国によるその不正な通信の監視、監査、原因究明の調査の対象に含めるというその対象拡大をする方針をまず決定いたしました。で、これの基づきまして、その所要の措置といたしまして、同年の4月にサイバーセキュリティ基本法改正をしております。で、この改正をした時に、この拡大を対象とする法人についてどこまで含めるのかという議論をしております。で、国民生活経済活動への影響を勘案をして、このサイバーセキュリティ戦略本部が指定をするということでございましたが、具体的には4つの要件をその時定めております。で、1つ目、当該法人の業務と国の業務との一体性、はい。で、その次が保有情報の機微性ですとか、サイバー攻撃を受けた際の国民生活経済活動に与える影響から、その法人が自主的なセキュリティ対策にそれに委ねてよいのかどうかと、から私どもサイバーセキュリティセンターの技術的能力、知見を活用できるのか否かと、この4つの要件を踏まえて、そのどのような法人を指定をするかと検討しております。で、その結果といたしまして、平成28年の10月、ご指摘の日本年金機構を含む9法人を指定をしたという経緯がございます。倉林明子君。内閣に確認です。それでは先ほど、委託できるということで、確認しました。審査、支払い機関、そして国保連、これは、新たに監視対象と加えた法人、団体の中に入ってますか。これ入ってないんだから、旧の中に入ってないから、ちょっとごめん、通告してなかったから。山内内閣審議官。と、国保連でございますね。旧法人の中に入っていないかと思います。一応、念のためにその時の旧法人を申し上げます。はい、倉林明子君。これ監視漏洩のリスクっていうことでいうと、年金以上に規模すごく漏れた場合のね、国民生活の影響、個人への影響極めて大きいっていうところに踏み込むっていうことになるんです。今度ね、それは委託するのはこれ委託できるっていう規定になってるけれども、委託したらそういうリスクって本当に高いんですよ。だけどサイバーセキュリティ法の対象に入ってないっていう状況が今改めて確認したところなんです。で、これデータの、民間活用について、データの保有者である国民の承認はじゃあ得られているのかという問題なんですね。
法案によりますと、相当な公益性を有すると認められる事業、事務等としてるわけですけれども、衆議院で新谷政務官は、こう言ってるんですね。連結解析によってですね、製薬企業やヘルスケア事業者等が効果的な医薬品や健康維持、患部予防に役立つサービスの開発につながると、こう明確に答弁してるんです。民間企業が自らの利益の確保のために利用できるようなデータになるということですか。垂水局長。この NDB、介護 DB のデータの第三者提供でございます。今回の法改正によりまして、提供の基準や審査等の規定を整備した上で、これまで対象外としてきた民間企業も対象とするなど、基本的には幅広く利活用を認める方針ということで取り組みたいと思っているところでございます。ただ一方で、まさに NDB、介護 DB のデータは、公的社会保険制度の請求に用いられるレセプトということで集めたデータでございます。で、これを二次的に利用するものであるということを考慮すれば、一定程度の公益性というものは、やはりその利用にあたって、必要になるものだというふうに考えているわけでございます。従いまして、明らかに個別企業の利益のみを追求するようなもの、例えば、自分の製品がどう売れているかというマーケティングの目的というようなところは、これは対象外というふうに思います。関係者の意見も踏まえて、法制化までの間に具体的な検討を進めます。倉林明子君。これ、株式会社富士経済が、試算をしてるんですね。2025年、医療関連業界向けの医療ビッグデータ分析の市場、これが2016年には4倍にも拡大するっていう、まあ、こういうデータの開放を見込んだ分析になってるんじゃないかっていうふうに思います。今後はカルテデータの活用も進むんだっていうような分析までしております。公益性の確保というデータ活用の目的からは、やっぱり逸脱していくんじゃないか。この危険については極めて厳しく指摘をしておきたいというふうに思うわけです。そこで、データの活用についてですね、個人が審査の目的外の利用を拒否した場合ですよね、審査だけに使ってほしいと、連結解析データからは、これ、そういう本人からの希望があった場合、データ削除は可能なのかどうか、どうですか。垂水局長。午前中のやり取りでもちょっとだけ申し上げましたが、NDB、介護 DB、高齢者医療確保法や介護保険法というそれぞれの根拠法に基づいて、高齢医療費適正化計画、介護保険事業計画の作成を目的として、匿名化した上で収集し、構築されているというものでございますので、そういう形で、個人情報保護法の対象外というふうになっておりますので、この収集や第三者提供にあたって、患者本人の同意を得ることや、個人の求めに応じてデータを削除するという仕組みとはなっていないということです。倉林明子君。これ要は、大丈夫だから、そういう、希望しても外さないという組み立てつけですよね。ところがですよ、匿名加工したデータは安全かということです。匿名加工したデータでも AI に読み込ませればですね、他の情報と組み合わせることで簡単特定できる、こういう時代にもなってるんですよ。で、EU ではですね、個人データを入手する場合、あらかじめ本人の同意を得るオプトインっていうのが原則になってます。日本はね、こういう点でも個人情報保護っていうのは大変遅れてると言わざるを得ないっていうふうに思うんですね。情報保護の監視体制も、先ほど言ったようにサイバーセキュリティ法でも監視かけないまま踏み込んでいく、こういうね、ビッグデータの民間開放っていうのは、国民の不安に応えてないし、現時点でですね、こういうところに踏み込んでいくっていうことは、やるべきじゃないと。ということを強く申し上げたいと思います。次に、審査支払基金の改革について質問いたします。レセプト点検業務を、これ、全国47箇所から10箇所程度の審査事務センターに集約するというふうにしているわけですが、その理由として説明を受けている部分が、コンピューターの審査を9割方できるようになったからだと。言うんだけれども、
でも47箇所に審査事務委員会はの、審査委員会は残すということになるわけで、何のためにですね、10箇所にするのか、まあ、議論聞いててもはっきりしないと、いかがですか。垂水局長。まさにその審査、要する費用、皆さんの国民の拠出する保険料、みんなで負担している保険料で賄われているわけでございますので、業務の効率化ということは喫緊の課題でございます。でそういう中でレセプト事務点検業務について ICT も最大限活用して効率化を進めるというふうにしたらばどういうことができるだろうかということで、今日もいろいろ話が出てきておりますけれども、以前はレセプトは紙だったものが電子的に来ています。これを要するにそのコンピューターの仕組みを使いながら点検を効率化をすることができる、それについてはまさに事務の効率化ということで集約することによって効率化できるところはできるだけ効率化をしていきたい。ただ一方で具体的なその審査の結果査定ということを行って、医療機関にもそういうことで納得を得てもらわなければいけない、そういういわば医療というものの個別性とルールである確一性、一般的なルールである確一的な請求ルールというものとの折り合いをどうつけるのかということについては、まさにピアレビューという形で顔の見える関係で47都道府県の審査委員会でお願いしたい。倉林明子君。不合理な審査の解消のためにですね、合理化していくんだって話だったんだけれども、一昨日の審議でもね、これローカルルールって14万項目あったっていうお話ありましたよね。それが審査事務いや統合しなくても5万項目まで減ってるんでしょ、2万項目ぐらいまでは減らせる見込み立ってるんでしょ。だからね、合理的な説明になってないんじゃないかと私は思うんです。その上でですね、これ医療、要は不合理な審査の際を解消していくって言った場合の不合理っていうことについての認識がね、私は問題だっていうふうに思ってるんです。これ医療行為っていうのは説明もあった通り患者の個別性が高いし医師の総合的な判断のもとで行われる、だからこそ47都道府県残すということになったけれども、私はね、医師の裁量権っていうのが尊重されるべきものであって、そしてその知見が現場に近いところで合理的に集積されてって審査っていうのも査定っていうこともやられてきたと思うわけです。本部を作ったことでこの不合理な審査の際の解消の基準を上からね押し付けると、こういうことが合理的と言えるのかどうかというふうに思うんです。本部が上から決めつけるものではあってはならないと思うし、その医師の裁量権っていうのは尊重されていくべきものだっていうふうに思う。大臣いかがですか。根本大臣。患者の状態などに応じて個別性が高い医療に対して保険診療ルールを確実的に適用するという相反した要請に対応するために医学的必要性、妥当性を見極め折り合いをつけていくということが審査の基本的な役割だと思います。これまでもう省略しますけど、これまで審査をより効率的に、いや簡潔にですね、要は各支部において独自のコンピューターチェックルールの設定を進めてきましたが、そのことが結果的に支部間の不合理な審査結果の際の一因として指摘されております。で、個別の医療の提供にあたって議員ご指摘のとおり医師の裁量権が尊重されることは当然でありますが、それを保険診療に当てはめる際に支部間で不合理な差異が生じることについては医療を受ける国民の公平性の観点からその解消を図っていくことが必要であると考えております。今回の改正法案では審査委員会を本部のもとに設置するなど本部の調整機能を強化した組織体制に見直して審査の平準化を図ろうとするものであって、医師の裁量権を制限するものではないと考えております。倉林明子君。いや、平準化の際に平準化が目的となってこれ医師の裁量権を侵害すると、こういうことをやったらダメだよと
ということなので、釘を刺しておきたいと思います。で、支部の集約、統合について、実はこの実証テストがやられています。そしてこの検証結果を踏まえて、法案提出という説明もされてきたんじゃないかと思うんですね。この場合、検証結果はどうだったのか、それがどう反映されたのかがよくわからない。で、特に業務の連携、実証テストの結果ですね、業務の連携はどうだったか、全国で150万件っていう、いまだね、紙レセプトあるんです。で、これの業務っていうのは2割にもなってるって説明あった通りで、今の紙レセプトの状況についても、大きな課題ということになっていたかと思うんです。実証テストの結果、課題どうなったのか説明求めたい。簡潔にお願いいたします。垂水局長。簡潔にお答えいたします。支払い金において、平成30年6月から12月までの間に、審査事務の集約に伴う実際上の課題を把握するということで、実証テストをしました。実証テストで、整理されました課題。審査委員と職員の緊密な連携が審査の質を維持する上で非常に重要だけれども、現行システムでは審査委員と職員がレセプトを同時に見ることができなかったなどによって十分な連携が取れなかったという反省がある。それから紙レセプトの支部間の送付に要する手間や時間が想定以上にかかった。集約支部に新たに勤務することになった職員の間宿舎あるいは通勤時間といった問題が増えたということでございまして、業務の集約にあたりましては、この結果を踏まえて、審査員や職員の声をよく聞きながら、こうした課題も踏まえて検討を進めていくということで、厚生労働省においても適切に連携して進めていきたいと考えています。倉林明子君。実証テストの結果を見るとね、統合することによって、実務がね、逆に結論から言うと不合理なことになってないかっていうんです。私はこの審査レセプトっていうの、レセプト審査っていうのは、正確で合理的な実務、迅速性、ここが担保される必要がもうあると思うんですね。ここに支障をきたすようなことはあってはならないというふうに思います。で、実務の集約、統合、これ10箇所ありきで、10箇所程度ありきということで進んでいないかと。改めて私はね、検証結果を踏まえた慎重な対応が必要だということを申し上げておきたいと思います。で、次にですね、介護保険と後期高齢者の一体的実施についても質問したいと思います。本来ですね、高齢者の、高確保によりまして、被保険者に対して、健康教育、健康相談、その他の健康の保持増進のために必要な事業を行う努力義務、これ、広域連合に求められておりますね、後期高齢者のところ。で、現状、この努力義務の実施状況はどうなっているでしょうか。垂水局長。高齢者に対する保険事業の実施は、保険者である広域連合の努力義務でございまして、すべての広域連合において実施されていると。いうことになっております。また平成27年の医療保険制度改革において、広域連合が行うこの保険事業の何ていう中身といいますか、メニューといいますか、高齢者の心身の特性に応じて保険事業を行うんだ、それから保険事業のメニューとして、健康教育や健診に加え、保険指導、健康管理、疾病予防にかかる本人の自助努力に対する支援などを行うように努めるんだ。というふうに定められたのでございます。しかしながら、保険事業として実施されている内容の多くは、健診でございまして、健診以外の事業展開がなかなか広がっていないという実情がある。それから75歳以上の高齢者の保険事業と、市町村が実施している個々の保険事業が、実施体が異なるということで、効果的に継続できていない。あるいは広域連合は都道府県単位で規模が大きいため、個々人の状態に応じたきめ細やかな対応が困難であるといったような課題があるということでございます。従いまして、今回の法案では、高齢者により身近な市町村で、一体的な実施ということを行うということを盛り込んだものでございます。倉林明子君。はい。後期高齢者医療制度ということで、移行してもう 10年ですかね。努力義務っていうことで課しながらですね、果たされていない、これ放置してきたっていうこと、極めて責任大きいというふうに言わざるを得ません。
その上で、唯一こう実施できてきたという検診事業についてもですね、これ、市町村に委託していると、これが実態だし、そうしないとできないというふうに思います。そこで、さらに、この市町村に委託する事業が今回増えるということになろうかと思うんですね。議論もありました。市町村に対して過重な負担になるんじゃないかという指摘です。私もそう思います。で、問題はですね、一体誰がその事業を担うことになって、そしてその財源、財政負担はどこが担うのか、どうですか。垂水局長。まさに高齢者の特性に応じた支援というものを、まあ、保険者は広域連合ですけれども、住民に身近な市町村で介護予防の事業、あるいは国庫の保険事業と一体的に実施してほしいというものでございます。で、実施はしたがって市町村で、その中で具体的にどのような方がやるのかということになりますと、医療専門職ということが重要だということになるわけでございます。で、医療専門職を市町村に配置できるようにした上で、医療、介護、検診等の情報を一体的に分析して、フレイル予備群の抽出、あるいは、重症化予防、医療介護サービスへの接続、あるいはアウトリーチによる保健指導というものを実施をするということで、まあ、介護の通いの場といったところにも、医療専門職が積極的に関与しながら、市民自ら担い手となって積極的に参画する機会を充実するということを考えているわけでございます。で、財源ということになります。こうした取り組みを行う医療専門職の配置を各市町村で進めていただく必要があるということで、まさにその後期高齢者の保険事業を市町村に委託するということで、後期高齢者の後期高齢者保険の広域連合が徴収する保険料財源というものをそれに入れるということになりますが、合わせて国としても特別調整交付金を活用して、これを支援したいというふうに考えているところでございます。また、実際の、例えば、分析をして、アウトリーチするとか、サービスへの接続をするとかって言ってますけれども、そういう分析能力の向上と、あるいは市町村における保険事業の取り組みの支援、そのための国保連による支援、取り組みでありますとか、そういったものについても、バックアップできるように体制を整えていきたいというふうに考えておりまして、それを厚生労働省において支援したいと思っています。倉林明子君。専門職のね、確保ということになると、もう小規模な自治体ほど大変やと思います。それは指摘もありました。私もそう思います。で、特別調整交付金当てることできるよって言います。しかし本来これ災害時などに特別な事情で交付するっていうもので、決してね、恒常的な財源とは言えないと思うんです。国の支援も考えてるっていうことですけれども、基本はね、これ広域連合、いわゆる保険料で賄っていくっていう事業になるんじゃないかっていうふうに思うわけです。そうなると、広域連合が、結局その分はね、じゃあ誰が負担するかっていうと、保険料に跳ね返らざるを得ないということだと思うんです。どうですか。垂水局長。まさにその医療保険の保険事業というものが、これに限らず、いわばその保険者が健康づくり、疾病予防に保険料財源を使って取り組むという性質のものでございまして、それによって将来的な医療費の負担の軽減ということもにもつながってくるということも期待をしながら、また加入院、構成員である被保険者、あるいはその家族の健康状態を維持、改善するというための保険者の取り組みでやるわけですので、そういう意味では保険料を、保険料財源がそれに入ってくるというのはある意味自然なことでございます。ただ、まさにそれを今回、広域連合から市町村に委託をして、市町村という枠で、一体的に強力に新たに行っていただくということで、いわば保険料財源をつぎ込むのに劣らない金額をお国の方から補助できないかといったようなことを考えているということでございます。倉林明子君。将来 の医療費負担の軽減に、医療費全体が下がるんじゃないかと、その期待は期待として、受け止めますけれども、後期高齢者保険料っていうのはね、今の負担が大変になってきてるんですね。軽減特例が廃止されたということに伴いまして、対象者だった高齢者に大幅な保険料の負担増ということになっているんです。さらにここに負担増を迫るというようなことは到底容認できるものではありません。高齢者の保険事業の財源、これね、公費で
まず確保するということが必要だと思う。大臣どうですか。根本大臣。医療保険者が実施する保険事業、これについては被保険者の健康の保持増進に寄与することから、自益者負担の観点から被保険者全体で拠出し合うことが適当であること、またこうした保険事業の取り組みは保険財政の安定化にも資するものであることから、保険者が自ら責任を持って保険事業を実施するべきであることということをから保険料財源を活用することが基本であると考えております。でよろしいでしょうか。倉林明子君。高齢者の負担増についてはやっぱりね、しっかり考えるべきだと思うんです。もう消費税の増税までするって言ってるし、年金はですね上がらないどころか実質的には下がるっていう状況にあるわけで、トリプルパンチになるんです。そういう実態を踏まえて、この事業について保険料負担で賄う機械的な答弁にとどめずに、しっかり受け止めて考えていただきたい、これは強く要望しておきます。で、この保険事業の中身として具体的に上がっている通いの場について、これ確認ですけれども、 86% の市町村で設置、そして利用は高齢者で 4.9% にとどまっているということでした。果たしてですね、すべての高齢者の保険事業となりうるのかと、通いの場などに参加しない、これできない高齢者にこそ支援が必要だっていうふうに思うんですね。さっちょっとアウトリーチの話ありました。私基本はね、やっぱりアウトリーチ支援、保険事業はアウトリーチ支援でこう強化していくっていうことが本当に求められているっていうふうに思います。専門職が地域に入って支援に拒否的になって孤立していると、こういう高齢者とつながるっていうことが保険事業としては本当に担わなければならない分野じゃないかというふうに思ってるんです。援助ケアに結びつける仕組み、これ自治体、援助ケアに結びつけるっていう役割が果たせるような支援にしていく必要があるっていうこと、これ指摘にとどめておきたいと思います。そこで一体的に実施するとしている介護事業、これ導入強化されようとしているのがインセンティブですね。このリンクっていう方向がすごく強調されております。で、4月23日の財政審でも財務省が次期介護保険計画に盛り込むっていうことでインセンティブの中身を出してきておりますが、それご紹介ください。大島老健局長。4月23日の財政審の資料の中では、このインセンティブ交付金に関連いたしまして、介護の地域差にかかる要因を検証の上、問題と考えられる介護費の地域差の縮小に向け、インセンティブ交付金への適切なアウトカム指標の設定活用や、その PDCA サイクルの確立、調整交付金との活用を通じて、保険者機能の一層の強化を進めるべき、それからインセンティブ交付金について、より適切なアウトカム指標の設定活用や、配分のメリハリ付けを行うことで、給付費適正化等に向けた財政的インセンティブを強化すべきといった記述がなされております。倉林明子君。調整交付金の活用、2号保険料負担の配分、これも傾斜つけるということで、予防健康管理を強化し、健康寿命の延伸を図ると、こういうことも盛り込まれていたかと思うんです。そこで3月20日に未来投資会議が開かれておりました。ここで安倍総理はですね、病気予防や介護予防、この保険者インセンティブ強化は、私が20年来、執念深く取り組んできたが、今回はぜひ実現したいと考えていると、強い意欲を表明されたと思っております。資料としてお付けしました。これは未来都市会議に示された介護、医療のところでのインセンティブの中身、インセンティブ強化の中身ということです。それぞれでですね、健保、国保、後期高齢者医療、介護保険、それぞれにインセンティブの強化メニューってなってるわけですね。これによって、給付費の抑制っていうのは図られるというふうに、大臣お考えなのか、確認したい。根本大臣。予防健康づくりなどの取り組みについてでありますが、これは個人の QOL を、
向上して将来不安を解消する、健康寿命を伸ばして社会保障の担い手を増やす、地域社会の中で高齢者の活躍促進を図る、こういった多面的な意義があると考えております。またその上で社会保障制度の持続可能性にもつながりうるという側面もあると考えています。3月20日の未来投資会議、このような考え方に立って私から2040年を展望した取り組みについて発表いたしました。そのうち保険者インセンティブ制度については、加入者の健康の保持増進や医療費適正化等にかかる保険者の取り組みを支援するため、昨年度より制度を強化実施しているところであります。現在厚生労働省に設置した私を本部長とする2040年を展望した社会保障働き方改革本部において、健康寿命の延伸に向けた取り組みを議論しているところであります。健康無関心層も含めた予防健康づくりの推進に資する個人の行動変容を促す仕掛けとして、保険者インセンティブ制度において加減算双方向での評価指標の導入などメリハリを強化していきたいと考えています。倉林明子君。私大臣に聞きたかったのは、そういうことやってですね、結果として給付費抑制につながると考えているのかと、これ答弁ありましたか。根本大臣。先ほど予防健康づくりらの取り組みの多面的な意義について申し上げました。やはりこれから健康寿命を延伸することによって、誰もが元気で活躍できる、そういう社会を作りましょうと。ですから結果として給付の抑制につながるケースもあるし、そこは大事なのは健康で誰もが活躍できる、そういう予防健康づくりの取り組みを推進していきたいと思っております。倉林明子君。結果として給付費の抑制につながる場合もあるということは、結果として抑制につながらない場合もあるというふうに考えておられるのか、ちょっとね、ここ大事なところだと思うので、はっきり答えていただきたい。根本大臣。私が申し上げたかったのは、社会保障制度の持続可能性にもつながるという側面もある、要は給付費の抑制を目的にしてこういう取り組みをやるわけではないということを私は申し上げたかったわけであります。やはり個人の QOL を向上して将来不安を解消する、あるいは健康寿命を伸ばして、これは社会保障の担い手を増やすことにつながる、これはつながると思います。そして地域社会の中で高齢者の活躍促進を図る、こういう大きな多面的な意義を踏まえて、その保険者インセンティブ制度も活用していきたいと、こういう趣旨で申し上げました。倉林明子君。趣旨はよくわかりました。ただ一方で、新しいその研究が進む中でですね、健康寿命の延伸が直ちにやはり結果としての給付費の抑制につながるかどうかというのことについて の疑問も呈されているということは、よく踏まえる必要があるというふうに思います。短期的な医療費の給付抑制にはつながっても、長期的には医療費の先送りにしかつながらないんじゃないかということも、指摘もあるということを付け加えて表明しておきたい。そこで介護保険で進んでいる介護予防、これ一体実態はどうなっているかということなんです。これすで紹介したこともあるんですけれども、2014年からですね、要支援1、2ということで介護保険給付から外されて、予防を目的とした市町村の総合事業に移行したわけです。これ三重県の桑名市で総合事業の消化評価指数を卒業件数というふうに位置づけまして、総合事業を卒業して、半年間介護保険を利用しない場合にインセンティブが独自に出されてるんですね。その場合、事業者には1万8000円、ね、ケアマネ実施機関には3000円で、頑張った利用者本人には2000円、こういうね、露骨なインセンティブになってるわけです。結果どうなったかと、進んだのはね、介護保険、これを利用抑制なんですよ。
で、いわゆる通いの場、ここなどにですね、住民主体のサービスの利用につながった、今目指そうとしている方向ですね、こういう結果としてつながった人はどれだけあったかって、16% とどまったっていう調査出てます。で、重症化、そして死亡の増加、につながっているという指摘、これ、重いと思うんですね。要介護状態の改善、アウトカム指標の配点を高めると、こういうインセンティブの強化っていうのはですね、介護保険からの卒業の強要、これ、拡大することにつながるリスクっていうのは高いんじゃないかと、実際の、こういうインセンティブを強めているところで起こっている事案も、本当に懸念されることだと思うんです。で、高齢者の孤立化、重症化のリスクを増やす自立の強制がですね、そういうことにつながりかねないと思うわけです。こんなインセンティブっていうのは、強めるんじゃなくて、立ち止まってもう一回検証する、こういうこと必要じゃないかと思う、どうでしょう。大島局長。はい、平成26年に総合事業に移行した趣旨は、あくまでもその既存の介護サービス事業者に加えまして、NPO や民間企業との多様な主体が、介護予防とか日常生活支援のサービスに参入してくれて、市町村が実情に応じたサービス提供を行われるようにするということでありまして、水際で認定をはじくといった趣旨ではございません。この結果、今、平成29年3月から平成30年3月という1年間、移行前と移行後の利用の状況を比較したところ、総合事業に移行前後でサービス日誌についての変わらない、むしろちょっと増えているという状況になっております。まあ、一方、そのもともとの趣旨である住民主体のサービスとか多様なサービスを導入している市町村は、6、7割にとどまっておりまして、まだまだそういう新しい住民参加型の形態等が少ないといった課題はあるかと思います。ただ、先ほど申し上げましたように、これは要支援が必要な方に対して行うサービスを切るという趣旨ではなく、より柔軟で、実態に合ったものを市町村の実情に応じて提供するという趣旨でありますので、その点には十分注意してまいりたいと考えます。倉林明子君。趣旨はそうだっていうんだけど、実態、桑名のようなことが、三重県の桑名市にとどまらず、起こってると、そういう実態があるということを、しっかり逆につかむ必要あると思うんですよ。短期的な確かに給付抑制にはつながるかもしれないけれども、実際、大東市でも元気出ます体操でね、みんな頑張ってねって言って、体操の勧めやってる総合事業もあります。しかし、その出ます体操をやってるところに行けないと、結局閉じこもってしまって、重症化したという事案も起こってるんです。だからね、結局そういうことで、総合事業への移行っていうのが、サービスは減って利用を減ってないとおっしゃるんだけれども、重症化っていうことも一方で起こしてるわけです。やっぱり長期的に見れば、給付費の増加という点での懸念は、私はあるということを改めて指摘したいと思います。で、財政審はですね、これ、要介護1、2もですね、介護給付から外すと、総合事業に移行させると、これ、はっきり提案をしております。加えて、生活援助サービスについては、支給限度額を設ける、さらに利用者負担割合の引き上げまで検討しているということです。これ、京都ヘルパー連絡会が行った調査でも、生活援助が減らされるとどうなるか、買い物も調理もできない、食事をとる機会が減る。服薬、水分補給もままならない、トイレの処理ができない、生命の維持が危機にさらされると、自宅の生活困難になる、こういうことになっている例が示されております。区分支給限度額の中で、利用者の、置かれた状況に合わせ、その人らしい生活を送るため、必要なサービスを選択できる、これ、介護保険の原則だったと思うんですよ。これ、生活援助だけをやり玉に挙げて、利用を制限する。こんなことはね、やるべきじゃないと思う。どうですか。大島局長。財政審での記述もございますが、政府としては、骨太方針2018におきましても、
介護の軽度者への生活援助サービスについて給付のあり方を検討するといった記述がございます。また昨年12月のいわゆる工程表と呼ばれております新経済財政再生計画改革工程表におきましては、軽度者に対する生活援助サービスやその他の給付について地域支援事業への移行を含めた方策について関係審議会等において第8期介護保険事業計画機会に向けて検討しその結果に基づき必要な措置を講ずると書いてございます。こうした記述もありますので今、次期、計画機会に向けた介護保険制度の見直しを始めたところでございますが実施主体である市町村あるいはその利用者、関係者等の意見を十分お伺いしながら、適切な判断に至るよう、関係審議会でまずは検討を始めていきたいと考えております。倉林明子君。今回の高齢者の保険事業と、その介護予防事業の統合、これ結局ね、今から進めようとしている、財政審での提案にもある、その要介護1、2。これも介護保険から外していくと、これ、地続きの話になってるんじゃないかと、懸念が広がってるわけです。もう給付費を抑制しようということで、こういうふうに、軽度者をどんどん総合事業に持っていく、保険事業という枠もくっつけてですね、受け皿にしていくと、やっぱりね、これを進めるっていうことについては、やっぱり考え直すべきだということは強く申し上げたいと。思います。引き続き検証が必要だし、このまんま進んで重症化を招くようなことがあってはならないと申し上げておきたいと思います。そこでですね、総理の発言に私非常に違和感を感じました。執念を持つと、ね、疾病予防、介護予防、インセンティブ強化、これはですね、生活習慣病は個人の不健康な生活に責任がある、ね、介護予防に取り組めば介護からの卒業ができるとこれ自助努力を促すという方向になっていると思うんですね。健康であることのみが良いと障害や病気のある人への差別につながらないのかと病気や要介護となることは自己責任こういう考え方を推進しかねない非常に懸念を持ってるんですけれども、大臣、その懸念、いかがお考えでしょう。根本大臣。私、先ほど申し上げました、予防健康づくりの取り組み、これは個人の QOL を伸ばして、向上して、将来不安を解消する、健康寿命を伸ばして、社会保障の担い手を増やす、地域社会の中で高齢者の活躍、促進を図る、こういう多面的な意義があると考えております。またその上で社会保障制度の持続可能性にもつながりうるという側面もあると考えております。予防健康づくりなどの健康寿命を延伸させるための取り組みこれは保険者や個人にインセンティブを付与して自助努力を促すということであり、あって健康であることは良いことで病気や要介護となることは自己責任という考え方を推進しているものではありません。あくまでも自動努力を促すというところにポイントがあるということであります。要は国民誰もがより長く元気に活躍できるように、全世代型社会保障の構築に向けた議論を進めておりますが、その中で2040年までに健康寿命を3年延ばすという目標に向けて取り組みを推進していきたいと思います。倉林明子君。義務としての健康、これ、国家のスローガンにしたのが、ナチス政権なんですね。で、1934年、保険事業統一法、これによって、民族国家のために健康でいることは、もはや各個人の義務となったと、これで福祉コスト削減。そういう状況を迫られておりましたが、これ、契機となってですね、人間を福祉に値するか否かで選別する、啓発や罰則でコントロールをかけると、で、優生施策が急速に進展した、これ、歴史の事実なんですよ。私はこういうインセンティブで自己責任を迫っていくっていうやり方は、そういう危険、歴史に学ぶべきことがあるんだと。
ということは最後紹介にとどめまして今日は終わりたいと思います。他にご発言もないようですから質疑は終局したものと認めます。本日はこれにて散会いたします。